悪魔と妖精の戯れも俺にて襲撃。どれどれ、少し遊んでやろうか。三代目フェアリーテイル、振るがよい。マカロフの古来よ。フェアリーテイルの力を喰らいやがれ。これがマカロフのコラか。やはり面白い。行くぞ。アイスメイク、コーンドエッグファイバー。さあ、行くわよ。開け。諸女宮の扉、バルボ。いたほーい。私に任せろ。フォトンスライド。カリューのキャッカー。ふん。え？なに？お前はじっちゃんの仇だ。もうよい、冷えよ。こいつがジジイの仇か、夏。ラクサゼ。こやつ、マカロフの血族か。俺は初代の墓参りに来たつもりだったのに、こいつは驚いた。二代目さんがおられるとは。せっかくだ、墓を作って拝んでやるとするか。雷を食べた。ラクサス、自分の魔力を夏に。ギルドの受けた痛みは
ギルドが返せ。100倍でな。雷炎竜100倍返しだ。俺たちのギルドを傷つけやがって。お前は消えろ。俺に任せろ。がねえや。私がここまでやられたのは何十年ぶりかのう。このまま片付けてやるのはたやすいことだが、楽しませてもらった礼をせねばな。そんな、あの攻撃が効かなかっただと。悪魔の目海岸。ミヌラには特別に見せて神勢魔導の神話。ここからウヌラの想像をはるかに超える領域。終わりだ、フェアリーテイル。魔導の資源。なんという魔力だ。魔の道を進むと深き闇の底へと沈む。その先に見つけたるや深淵に輝く未知なる魔法。あと少し、あと少しで未知なる魔法にたどり着く。だが、そのあと少しが深い。その深さを埋めるものこそ大魔法世界、ゼレフのいる世界。今宵、ゼレフの覚醒とともに世界は変わる。そして私はいよいよ手に入れるのだ、未知なる魔法を。未知なる魔法。ウヌラは行けぬ。大魔法世界にはウヌラは足りぬ。深淵へと進む覚悟が。怖い、怖い、怖い。怖くてもうダメ。なんだ、こんな近くに仲間がいるじゃねえか。俺たちは自分の弱さを知ったんだ。だったら次はどうする？強くなれ。立ち向かうんだ。一人じゃ怖くてどうしようもないかもしれねえけど、俺たちはこんなに近くにいる。今は恐れることはねえ。俺たちは一人じゃねえんだ。おう、仲間がいれば恐怖はない。私たちは最後まで諦めんぞ。それがフェアリーテイル。行くぞ。ネメシス、アマテラス百式。まだまだ。
ぞ、行くぞ、ペンタグラムソード。頑張ります。天竜の方向、やってやる。ここからだ。アイスメイクフロア、これからよ。これが俺たちのギルドだ。終わったな。ああ、私たち勝ったんですね。みんなよくやってくれた。じっちゃん、それにみんな。なぜ闇に落ちた。言ったはずだ、魔法とは本来闇。闇の中で生まれた奇跡を魔法と呼ぶようになった。ギルドを引退した私は魔の道を深く探ることでこの世界の断りを見つけたかった。あと少し、あと少しだった。一なる魔法にたどり着くまで。そんなものを見つけても何も変わらんよ。魔法が本来闇だというならそれでよい、光というならそれもよし。魔法は生きておる。それは時代とともに役割を変え、わしらとともに成長する。フェアリーテイルは自由とともに生きていく。全部あなたから学んだことじゃ。じっちゃん、
ああ。よし、